あなたが次元の魔女ですか？そのままではその子は死ぬわ。この子の記憶は羽となっていろんな世界に飛び散った。あなたはこの子を助けたい。はい。大化がいるわ。俺にできることなら。あなたの対価はその子との関係性。記憶の羽をすべて取り戻したとしても、この子のあなたに関する記憶だけは決して思い出せない。それでも俺は行きます。さくらは絶対死なせない。愛色を壊せ、まだ見ぬ宇宙へ向かう。過去にはもう囚われない。今を見ていたいから、いつかはたどり着くだろう。未来が儚いものでも、僕が空に描く強さで君を離さない。計画は予定通りクブクリンまで生成を完了し、早ければ明日未明にも貯蔵庫に充満されるかと思われます。西の村の水道が一部普通に。本当か？なんだ？ええ、些細なことでございます。失礼いたしました。ファイさんと黒金さんは？そっちはわからない。大丈夫、さくらぐっすり寝てるだけ。よかった。どうしたの？ちょっと待っててくれ。探そうとしても無駄だよ。ここにはいないからね。姫、まさか桜姫の？違う。おはようございます、桜姫。おはよう、シャオラン君。ここはどこ？親衛隊じゃないの？親衛隊？で、ここはどこだ？水も滴るいい男だね。ガキどもはどこ行ったんだ？シャオラン君とサクラちゃんのこと。ああ、モコナがいなくても言葉が通じてるってことはそんなに離れてないんじゃないのかな。ま、もう少し温まっていきなよ、クロプー。クロプーじゃねえ、黒金だ。クロポンの頭冷やすのにはちょうどいい温度かな。あそこです、会長。なんだ、お前たち。ただの通りすがりのものなんですけど、ここはどこですか？通りすがりだと？貴様ら怪しいな。どうやってこの国へ来た？
空からだと。お前たち、どうやって光の鳥籠を越えてきた。ああ、あの檻のことか。越えてきたっていうよりは、気づいたらここにドーンと落ちてきたって感じなんだけど。嘘をつけ。国王以外この空を飛ぶことは許されておらぬ。こやつら捕らえろ。おう、動くな。どう、体は温まった、クロプ。ああ、もう少し長湯したかったけどな。水路を壊されて怒ってたみたいだけど。ん？大丈夫ですか？大丈夫。ねえ、早く！もうすぐだから。わかったよ。あと少しみたいです。頑張りましょう。はい。物音一つしない静かな夜だね。お？ビクともしねえ。どうなってやがるんだ。このカゴはね、この国を覆う鳥カゴと同じ魔法で封印されてるものなんだよ。何が言いたい？中の人を外に出さないように内部からの衝撃には強くできてるってこと。しばらくはカゴの鳥でいるしかないね。水の生成と貯蔵庫への注入無事完了いたしました。でかしたぞ。あとは鍵の登場を待つのみだ。あ、しかし残念ながら未だもって智代姫は行方知れず。申し訳ありません。娘一人なかなか見つからぬものだな。だがすでに時間切れだ。余興に付き合うのも飽きた。西の村に智代姫はいる。私の可愛いしもべがそう教えてくれた。場所がお分かりでしたらぜひ私めに智代姫捕獲の任を。二人の侵入者すら捕らえられぬ者に用はない。
私の部下に任せる。この村の人はみんな鳥を連れてるのね。ええ、この国の人間には自分と対となる鳥が必ずいます。智代姫の鳥は？私の鳥は叔父に封印されてしまいました。どんなところにいてもこの鈴を鳴らせば飛んできて私の肩に止まったのに。智代姫はなぜここにかくまわれているの？今の国王が私の叔父。叔父は私の力を利用してこの国を永遠に閉じてしまおうと企んでいるためです。閉じる？この国を完全に我が物にしようとする悪だくみ。ある日叔父が不思議な力を手に入れてから私の声も一緒に封印されてしまいました。不思議な力。でもこうして桜姫ともお話できますし不便はありませんわ。この指輪さえあれば。智代姫。わかりました。どういうこと？逃げるってどうして？お前に説明してる暇はない。あ、何？おい、どうした？桜姫、こっちです。はい。姫、こちらに。出入口は？ダメ、開かないよ。姫、お気をつけて。下がっていてください。この人たちは王に洗脳された奴らだ。村を襲って鳥狩りをしてるのもこいつらだ。何？おとりか。待て！見張りの役を果たせず申し訳ありません。大丈夫？ありがとうございます。親衛隊のみんなも王の味方のふりをして城に勤め機会を伺っていたのに。それも智代姫が無事でいてこその話。もうおしまいだ。俺がそばにいたのに姫を守れなかった。僕が密告鳥に気づかなかったからだ。いや、俺たちがつけられていたのかもしれない。うかつにここに来たのが間違いだった。そんなことないよ。俺も力になれずに。お兄ちゃんは悪くない。俺がだらしないだけだ。吹いていても仕方ありません。すぐに智代姫を助けに行きましょう。もう遅い。なぜですか？智代姫が奪われた今この国に間もなく永遠の闇が来る。永遠の闇？城はすでに水の精製を終えた。永遠の闇は時間の問題だ。一つの籠が開き、一つの籠が閉じる。終わったな、何もかも。あの、これ智代姫のものかと。その指は姫様の。智代姫は自分がさらわれるのを分かっていたのかも。指輪がこちらにあるなら話は別だ。
友よ姫の力で闇の軌道を止めることも可能かと。よし行くぞ。俺がその指輪を姫様に届ける。僕も行く。ガキはおとなしく留守番してろ。なんでだよ。お前が考えている以上に危険なんだ。私も行きます。おとなしく待ってろ。そんなの。友よ姫は私に指輪を託したのだから私が届けます。いいでしょシャオラン君。わかりました。一緒に行きましょう。おい、新入りだ。あー、ファイト黒金だ。あー、モコナだ。チッ、白まんじゅうか。モコナ白まんじゅうじゃないもん。モコナ一人なの。うん、違うよ。トモヨ姫、なんでここに。そうか、やはり友よ姫の手のものだったのだな。だがその顔からは誰も出られん。待っていろ友よ姫、すぐに迎えに来るぞ。へえ、ここは俺のいた日本国とは違う世界だったな。さっき王様来た時すごく羽の波動を感じた。やっぱりあの親父が怪しいよね。ねえ、友よ姫はこの国で綺麗な羽みたいなもの見たことがある？あ、ダメダメ、彼女手を触れないとお話できないの。え？どういうこと？王様に鳥を奪われてから喋れなくなっちゃったんだって。お願いします。行ってくる。もうすぐ滝だからしっかり捕まっててください。はい、わかりました。これを見ろ、蒸気が止まっている。まさかもう始まってるっていうのか。みんな急げ。
んなのが地下にいたんだ。波動が遠ざかっていく。ねえ、今ならこのカゴの封印が弱くなってるかも。本当かい？クラペ！おう。目立たなかった分、暴れさせてもらうぜ。追いつける方法はないんですか？んなこと言ってもよ。そうだ、こっちだ。何やってんだお前ら。さくら、シャオラン。時間がないよ、ここは任せて先に。天魔昇竜戦。私が直接トモヨ姫に渡したかったけど、お願い、シャオラン君きっと届けられると思う。この鳥を操る私こそが真の国王。ここに正常の義を持って我が国を永遠の闇へと導こうぞ。クソ、このままじゃ。天長城、お待ちかねの鍵だ、受け取れ。トモヨ姫の鈴の音、起きてよライファン。トモヨ姫の危機なんだ、助けてよライファン。今行きます、トモヨ姫。受けろ、トミヤ。剣をよかれ。何も待てない。光の隙間に。ケワイス、禁止エリジオ、見ささげ。いざ導かれし天長城。そして我に永遠の闇よ。
なぜ閉まらぬ。まさか指輪がない。友よ姫、ライファ、封印が解けたのか。友よ姫、指輪を、指輪の力で鍵を戻してください。させるか。鍵には指一本触れた。早く逃げて。こっちだ。この国が闇に包まれたままに。それよりもっと大切なことが他にあります。大切なこと。包まれた闇はいつか壊れます。でも人々から心の闇を取り除くのは容易なことではありません。心の闇。そしてその闇を取り除ける機会は今。お願いです、どうかこれ以上心の闇を増やさない。人から笑みが絶える前に光を取り戻させてください。闇の完成まであと少しだ。見ろ、鳥の王。指輪の力を使おうというのか、バカな。遅いわ。永遠の闇を戻す力はもはや存在せぬ。闇の王として私は選ばれたのだ。私の勝ちだ。ただしその前に対価をもらっておこうかしら。何か渡せるものは。これでいかがでしょう。ダメだよそれは。そんなことしたらココルリもライファンも。その鈴はあなたとあなたの大切な存在との絆の象徴ね。いいでしょう、モゴナ。それじゃ、頑張ってね。5、4、3、2、1、0。
追いかけてはダメ。分かってるよ、そんなこと。